内を捜索し、無線の発信元を探してくれ。入り口でかかってきた無線はどこからなんだ。ボス、発信者を探してくれ。艦内のどこかにいるはずだ。生態衆にやられたか。触るな。血圧がひどい。先ほどの無線だが、発信元の特定は無理そうだ。電波が安定しない。だがまだそいつは生きているということだ。引き続き艦内を捜索してくれ。マスクをしている。救出隊の兵士だな。さっきのやつが。さっきの無線の続きか。ノイズの除去を試みる。助けてください、助けてください、助けてください。入り口でかかってきた無線、何が分かったんだろうな。発症者の見分け方だとしたら、まだしも光明が見えてくるんだが。建設途中の収容ブロックへ誘導して、警備班が武器を持っていたのもそのためか。坊主でしたか。マスクをしている。救出隊の兵士だ。発信元ではないようだ。詳しく話を聞きたいが、今は先を急ごう。すみません、誰かが通信機がやられて艦内に入ったら一人に、でも仲間を、いや、ボスも言ってましたよ、仲間に銃を向けるなって。疑心暗鬼になり、
そうかもしれない。だが必要な措置だったんだ。マザーベースをスパイから守るために。またか。資料の一部が解析できた。どうやらほとんど喋らなかったものも発症したらしい。やはり何らかの変異が起きているようだ。伝送された写真も解析したが、発症者の喉には2体のメスがいただけだ。つまりボルバキアは有効に機能している。だが産卵は起こった。生態中がここまで急激な変異を遂げ
た理由だ。人為的な変異源が介在した可能性がある。発生前に確認された放射線漏れと関係があるのかもしれん。ボス、何度聞いても同じだ。感染者を外には出せない。殺すんだ。ボス、感染者を。Thank you.
そいつマスクをつけてないか。感染してないかもしれん。さっきのゴーグルで確認してみろ。救出隊員を出口へ運んでくれ。唯一の非感染者だ。ありがとうございます。艦内をクリアリングし、全ての生存者を確認してくれ。殺せ、ボス、外には出せない。